水上芳雄の野球基本の木。はい、今回は腕の使い方です。それもオーバースロー、それに特化して今日は行きます。単純にボールを握って上から投げる、この時に気をつけてほしいことがいくつかあります。一つは無理にこの肘から上げていこうとしないこと。こうするとなかなかこの肘、腕は上に上がっていきません。単純に考えてボールが横にあるとします。それを上に上げるだけ、横にあるボールを取って上に上げるだけ。この簡単な動作で肘の故障や肩の故障は防げます。まずは単純に上に上げていってみましょう。そしてこの練習をするときにここにあるボールを取って上に上げます。そして前に向かって投げます。横にあるボールを上に上げて前に投げます。横にあるボールを上に上げて前に投げます。まずこれで腕の動きを覚えます。それに足がついてくる、体がついてくる、この動きは一緒です。上がる、外旋、内旋で投げる。この今の外旋内旋は今考えなくて結構です。単純に上げる、前に上げる、前に。じゃあやってみましょう。おいで。はい、じゃあこれをまず握りを見せて。そうだな、ここのがいいな。うん、これで投げてみようか。一回投げてみて、あそこに。はいはい、じゃあこれをこっからこうやって上げてみて、こっからこうやって上げてみて、ひゅっと耳の上にパッて、耳の横に、上に、そうです。もう一回スッて頭の上に、そうです。非常にスムーズな腕の振りになっているはずです。今まで少しアーム式と呼ばれるこういう投げ方だったのが非常に綺麗な腕の振りになっているはずです。いや、もう一回パッと上げて、そうです。そうです。ナイスボール、ナイススローです。腕の使い方。